はい。皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ7月で終了するキャンペーンは多めです。ということで、久しぶりのキャンペーンまとめ動画ですね。今回は7月の27日から8月の2日までのキャンペーン情報を僕なりに簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては覗いてますので、ご了承ください。それでは、行ってみましょう。 ということで、まずはペイペイからですね。ペイペイでは今回は主に3つございます。まず1つ目なんですけども、ペイペイジャンボ m b o を1等差で1000%戻ってくるキャンペーンですね。こちらはセブンイレブンで抽選のキャンペーンとなるんですけども、ペイペイ残高でセブンイレブンで決済した場合に、1等であれば1000%、3等であれば5%分が戻ってくるというようなキャンペーンとなっております。こちらのキャンペーンは7月の31日までとなっております。ちなみに僕は何度かやったんですけども、3等が1回だけ当たったのみとなってます。 次にペイペイで投資体験を始めようということで、このペイペイとワンタップバイというペイペイボーナスを運用できるサービスが開始しまして、それに伴ったキャンペーンなんですけども、その規約を同意することによってペイペイボーナス100円相当がもらえるというようなキャンペーンとなっております。これは初めての方限定となりますので、まず始められてない方はぜひやってみるのもいいんじゃないかなと思います。ちなみに7月31日までですね。 次は PayPay ペペとソニー銀行のキャンペーンなんですけども、1000以上ソニー銀行からチャージをすることによって PayPay ペペボーナスが100円相当もらえるキャンペーンとなってます。こちらは7月の31日までということですね。 で、次にですね、今度ペイペイで2つのキャンペーンというのが始まります。まず1つ目はペイペイジャンボ一1等最大2000%戻ってくるキャンペーンということですね。こちらはペイペイが3000万ユーザー突破記念ということで、それの感謝祭のキャンペーンということですね。キャンペーンの期間なんですけども、8月の1日、8月の2日のみのキャンペーンとなってます。なので今週の土日ということですね。 で、しかもですね、このキャンペーン自体は、店頭で決済してもそうなんですけども、ネットでも決済しても抽選に参加できるということで、1等であれば2000%、で、4等であれば 2%, 2ということですので、まあ、もしですね、ペイペイでお買い物検討されている方いらっしゃれば、確実ではないんですけども、この8月の1日、2日に合わせてみるのもいいんじゃないかなと思います。 で、続きましてこちらですね。こちら今週のキャンペーンではないんですけども、一応お伝えしておきます。1000円のお買い物で1万円相当戻ってくる PayPay ペペジャンボ1等最大1000%戻ってくるキャンペーンということですね。こちらは対象の店舗で PayPay ペペさんとかで決済したら抽選ができるということで。まあ一応対象店舗に関しては街のお店ということになっております。こちら8月の3日から8月の31日までということですね。次は D 払いですね。まず一つ目はローソン、ローソンストア100限定のキャンペーンということで、ローソンで D ポイント カードをを提示しして D D でででで決済したらら20%分ののポイントの還元を受けるここことととができまますすちら4月31日までということですね次は、D 払いと松本清のキャンペーンですね。松清で D ポイントカードを提示して D 払いで決済したら20%分の D ポイントの還元を受けることができます。こちらは期間は7月31日ということですね。次は、ここからファインと D 払いのキャンペーンですね。こちらも同じく D ポイントカードをここからファインで提示をして、その後に D 払いで決済したら20%分の還元を受けることができます。期間は7月 31日まで。 それに合わせてですね、ここからファインではこちらのキャンペーンもございます。D ポイント合計40倍のキャンペーンということで、これちょっと抽選、一部抽選にはなるんですけども、お会計の際に D ポイントカードを提示した時に、一応 D ポイント5倍もらえます。それにプラスアルファ、抽選にはなるんですけども、35倍分が抽選で5000名様に当たるというようなキャンペーンとなってますので、ここからファイン利用される際は、この2つの D バラのキャンペーンと D ポイントのキャンペーン、エントリーした上で参加してみてください。こちらも7月の31日までということですね。 続きまして D 払いではこちらもございます。スマイルアットホーム、おうちで済むので得点がいっぱい D 払いで D ポイントを10%還元ということで、このキャンペーンは対象のネットのストアであったりとか、対象の店舗のテイクアウトのお店で10%分の還元を受けることができます、まあ。テイクアウトのお店に関してはキャンペーンのページチェックしてみてください。期間は7月31日までなんですけども、8月も開催される予定となってます。続きまして D ポイントスーパーチャンス、D ポイントと隅っこ暮らしのキャンペーンですね。こちらお会計の この際に税抜き600円以上の場合 D ポイントカードを提示するかもしくは D バルで決済した場合 D ポイントが最大1万ポイントが当たったりですとか住み子暮らしのグッズが当たったりもしますこちらのキャンペーンは結構長く続いたんですけども7月の31日で終了となります もう一つこちらですね。D ポイントとメルカリのキャンペーンということで、メルカリと D ポイントを連携して、そこでメルカリでお買い物をしたらですね、D ポイントが20%分の還元を受けることができます。こちらのキャンペーンも7月で終了となっております。次に楽天ペイですね。楽天ペイはこちらのキャンペーンが開催中です。楽天ペイのコード QR 払いで、いつでも最大1.5%還元ということで、まあ今一番上にもちょっと出てるように、楽天カードからチャージをして、このチャージ払い、楽天キャッシュから 決済した場合は1.5%分の還元を受けることができます他にもポイント払いであったりとかクレジットカード払いでもそれぞれの還元を受けることができるということですねこちらも7月の31日までのキャンペーンとなっております 他にも楽天ペイはこちらのキャンペーンも開催中です。楽天ペイアプリで楽天ポイントカードを提示してお買い物をされた方全員で30万ポイント山おけのキャンペーンということでこちらも7月31日まで。次にこちら楽天キャッシュにチャージをして楽天ペイアプリで支払いすると100万ポイントの山おけキャンペーン。こちらも7月31日まで。 そして、楽天ポイントカードを提示して、楽天ペイまたは楽天エディのお支払いをすることによって、100万ポイント山分けのキャンペーンということで、こちらも7月31日までとなっております。次に AU ペイですね。AU ペイではこちらの3つのキャンペーン開催中です。まず1つ目は、期間中ローソンで AU ペイでお買い物をすると、誰でも毎日4%還元のキャンペーンということと、あとはサンタロの日は7%還元キャンペーンということですね。こちらすでにキャンペーン開催中でございまして、終了日程はまだ決まっていません。 気をつけてほしいのは200円ごとにポイントが還元されるということですね。次にこちら、エントリーして対象のポンタ定型店舗で u p ペイを利用すると誰でもポイント増量中のキャンペーンということですね。こちらも同じく4%還元のキャンペーンとなっております。まあ、例えばで言うとビッグカメラであったりとか、あとはスキアとかですね、こういったところが対象の店舗となっております。 こちらに関しては7月の31日で終了となります。次はこちら、a a ペ a の飲食デリバリーキャンペーンということで、出前館であったりとか、ピザハットで決済した場合、10%分のポントポイントの還元を受けることができます。こちら期間は9月の13日まで。次に LINEPAY ですね。LINEPAY では主に2つキャンペーンが開催中でございます。 まず一つ目は最大30%オフクーポンがもらえる食い倒れペイトクということですね。こちらのキャンペーンはとりあえず条件をクリアすることによって最大で30%オフのクーポンをもらうことができます。まあひと例えばで言うと3000以上で決済したら10%分のクーポンがもらえたりですとか、 1> で1万5000円以上を決済した場合30%オフのクーポンがもらえたりします対象店舗に関しては公式ページをぜひチェックしてみてくださいこちらも7月31日までそしてもう一つチャージペイスタートキャンペーンということで期間中初めてですねこのチャージペイというような機能を使った場合先着で10万名様に LINE ポイント200ポイントがもらえるというようなキャンペーンとなっておりますこちらも7月31日までということですね 次にちょっとスマホ決済を置きまして、コンビニのキャンペーンなんですけども、セブンイレブンですね、こちら2つキャンペーン開催される予定ということで、まず1つ目は対象商品を購入することによって、LINE ポイント50ポイントがもらえるキャンペーンとなっております。対象商品に関しては右側の森永インゼリーというようないろんな種類ということですね。まあ全部トータル、トータルというよりか、一つ一つの値段が税込み210円ということで、これを購入したら LINE ポイント50ポイントがもらえるということで、こちら7月27日からスタートしまして、8月の9日で終了 となります続きまして、対象のアイスが10%引きのキャンペーンですね。こちらは今左側に出てるアイス、それぞれこのアイスを購入した場合、まあ、10%引きになるということで、7月の27からスタートしまして、8月の16日までとなっております。それでは最後ですね、キャンペーンの日程のまとめなんですけども、まあ見ていただいたわかるように、この赤くなっているところが、7月で終了するキャンペーンとなって おりますまあ、多いですよね。もう、まずもう、読み上げるのは多いんですけども、PayPay ペイペイと、あと D 払い、そして D ポイントのキャンペーン、楽天ペイと AUPay、そして LINEPay。まあ、それぞれのスマホ決済でキャンペーンが終わるものがかなりあるということですね。そして8月からなんですけども、先ほどちょっとお伝えした PayPay ペペジャンボ最大2000%の抽選のキャンペーンが、これ8月1日と8月2日に開催されるということ。そして D 払いのキャンペーン、こちら8月も開催されると いうことになっておりますまあ、そんなこんなで今回は今週1週間7月の27日から8月の2日で開催されるスマホ決済のキャンペーンについて簡単ではありましたけどもまとめさせていただきました。まあ、ちょっと先ほどもお伝えしたように7月はとにかくですね終了するキャンペーンがめちゃくちゃ多いです。むしろこの7月にこんなにキャンペーンが開催されると僕も思ってなかったのでぶっちゃけ言うとそんなに使い切れてないんですよね。まあ、最後ぐらいはちょっとあの、ここからファインか松本清の d バレのキャンンペーンはううままく使い切ろうかなと思っております、まあ、ぜひですね、d 払い関連 d ポイントもそうなんですけども、エントリーをしてなかったらキャンペーンの還元を受けることができませんので、まだエントリーしてない方はですね、ぜひエントリーした上でそれぞれ参加してみてください。今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクに関しましては、下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 はい。ということで、今回あの、ツイッターでも少し上いたんですけど、あの、ローソンの、またお試し機会券祭りがですね、なんと7月の29日10時からスタートするということですね。いや、これね、本当になんかもう、結構前ぐらいはもう、何ヶ月間に1回というようなペースで開催されてたので、まあ開催されると結構待ち遠しかったんですけど、今回ですね、結構スパンが今1ヶ月ごとみたいなペースになってるので、ちょっと特別感がちょっと薄れてきてる部分ではあるんですけども、まあ世界 つっかくね開催されるということであれば全力で参加してみたいなと思いますまあ、ぜひですねまあ、ちょっとお試し会見のことがよくわかんないなとかまあそういったことがあればまた改めてちょっと動画にしようかなと思いますのでそういったことを思ってる方いらっしゃればぜひコメントいただければなと思いますということでありがとうございました